皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、Jリーグニュース第22弾について紹介していきたいと思います。天皇杯も、元旦にですか終わりね、フロンターレだったりというところのニュースも続々出てきましたし、まあ、このファンソコ選手、イブスキ選手、知念選手の他にも紹介していきたい選手はたくさんいますので、まあ、そちらについて紹介させていただきたいと思います。まあ、本日1月4日にですね、ルヴァンカップの決勝が行われて、カシャレイソル対 FC 東京の試合がね、まあ、これから行われるというところなんですけど、まあ、その試合も終えたらね、また FC 東京だったり、カシャレイソルというところのね、移籍情報も出てくると思いますんで、とりあえず今日は J リーグニュース第22弾について紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、一つ目の J リーグニュースを紹介していきます。サガン鳥栖は清水エスパルスに所属するファンソッコ選手を完全移籍で獲得しました。清水エスパルスは今季ね、まあ、大量補強をこの冬に行っているということもあって、まあ、ファンソッコ選手だったり外国籍選手というところのね、まあ、整理も多少行えるのかなというところで、先日ね、FC の選手が、まあ、残留表明したということもあって、まあ、このファンソッコ選手は、まあ、移籍するのかな、どうなのかなというところで、まあ、このサガン鳥栖が、移籍獲得をしました。鈴木選手を大分から獲得していたこともあり、清水エスパルスとしては、大打撃まではいかないものの、サイドバックだったりセンターバックをできる選手がいなくなってしまったっていうのは、ね、多少痛い移籍と思われます。ファンソッコ選手はサンフレッチェ広島だったり鹿島アントラーズでもプレーした経験があり、2018年から清水エスパルスでプレーをしていました。 J リーグでもね、経験値が高くセンターバックが手薄になっていたサガン鳥栖からすると心強い補強になったのかなと感じています。経営でね、少し難があったサガン鳥栖がファンソッコ選手を獲得できたのは、まあ、頑張った補強と言えると思いますし、それだけ期待を持って、まあ、来季への期待を持ってね、サガン鳥栖はこのファンソッコ選手を獲得に動いたと思いますので、まあ、活躍を期待したいと思います。リーグ7位とね、失点はそこまで多くなかったものの、サガン鳥栖は、森下選手だったり原選手など、まあ、最終ラインの選手が移籍をしてしまい、最終ラインの選手が、少ない中でサイドバックとセンターバックをこなせるこのファンソッコ選手を獲得できたのはとても大きいと思いますので、来季のね、ファンソッコ選手の飛躍に期待したいと思いますし、清水エスパルスはなかなかね、大量補強を行っている中でもこのファンソッコ選手を、退団という形になってしまいましたけど、まあ、この他にも紹介していきますけど、清水エスパルスは他にもね、たくさん補強したんで、そちらについて、これから紹介していきたいと思います。はい、ということですね、二つ目の J リーグニュースは、まあ、先ほど言ったようにファンソッコ選手が移籍をしてしまった清水エスパルスの話をしていきたいと思います。題名でも分かる通り、清水エスパルスが湘南ベルマーレに所属する指宿選手を完全移籍で獲得することが分かりました。大型補強がね、この冬目立つ清水エスパルスですけど、前線のところで言うとチョンテセ選手、ティーラシン選手、ジュニュール・ドゥトラ選手などがね、退団してしまったものの、去年からエル・カルニーニョス選手だったりに加えて、新戦力としてですね、この風にデシャロ選手を北九州から獲得したり、サンタナ選手というところに加えて、今回の指宿選手の前線の補強になりました。まあ、指宿選手のね、ストロングポイントといっては、なんといっても196センチを身長を生かしたね、空中戦の強さだと思います。指宿選手自体ね、海外の経験を持ちながら、新潟だったり千葉など J リーグでの経験も豊富で、指宿選手が前にいるだけで攻撃の起点を作れるチームにとってね、とても助かる存在だと思います。その抜かれてしまった今季ね、湘南ベルマーレでも20試合に出場して2得点と、まあ、ストライカーとしては満足いく得点は取れなかったものの、それ以上のね、まあ、守備だったり収めるところだったりっていうところでのね、活躍ぶりは発揮したのかなと感じています。湘南ベルマーレからすると、斉藤選手だったり鈴木選手に加えて、またもね、攻撃陣の指宿選手が退団してしまうという形になって、さらにね、来季に向けて厳しい状況は続いていくと思いますけど、今後の補強だったりというところのね、湘南ベルマーレの動向に注目していければいいのかなと思います。清水エスパルスは一旦補強が終わったかに思えたところでのこの指宿選手と、先日ね、取り上げさせてもらったコリチーバのマテウス選手を補強したというところでしたので、まだまだね、この先動きがあるかもしれませんので、今後の動向を追っていきたいと思います。まあ、今も話しましたけど、また先日、取り上げさせてもらったコリチーバからマテウス選手を完全移籍で獲得することが正式に発表されました。まあ、マテウス選手がどんな選手かっていうところはね、その動画で紹介していますので、ぜひね、概要欄に貼っておくので、まだね、見てない方は、見てくれればいいのかなと思います。ということでね、この今回は清水エスパルスが湘南ベルマーレから指宿選手を獲得しているというところを、二つ目の J リーグニュースに取り上げさせてもらいました。はい、というところですね、三つ目の J リーグニュースを紹介していきます。三つ目は、町田ゼルビアはジュビロ磐田に所属し、今季は東京ヴェルディにレンタル移籍をしていた高橋選手を完全移籍で獲得することが分かりました。高橋選手は今季8シーズンぶりに東京ヴェルディに復帰して29試合に出場してね、
まあこれからレンタル延長なのか、はたまたジュビロ磐田に復帰するのかというところでしたけど、町田ゼルビアに移籍することが、完全に決まりました。町田ゼルビアは深津選手だったり水本選手などね、 J2 でも屈指のセンターバック陣を揃える中でのこの高橋選手の補強となると、来季ね、さらにスタメン争いっていうところも熾烈になっていくのかなと予想します。広島からね、今季水本選手を完全移籍で補強したり、ガンバ大阪から高江選手を補強するなど、 J1 昇格に向けてピンポイント補強を重ねる中での今回のね、高橋選手の補強となりました。高橋選手はまだ29歳ながらとても経験豊富な選手ですし、 J1 でもプレー経験もありますので、町田ゼビアを J1 昇格への、導く力には確実に なると思いますので、来季のね、高橋選手というところと町田ゼビアの活躍に期待していければいいのかなと思います。はい、ということでですね、続いての J リーグニュースを話していきます。続いては題名でもわかる通り、琉球は今季 J1 に昇格を果たした徳島ボルティスから清武選手を完全移籍で獲得しました。まあこちらのね、清武選手の移籍はちょっと個人的にもびっくりしたニュースでもありました。来季ね、セレッソ大阪にいる清武選手、まあ清武博選手とのね、兄弟対決実現するのかと思っていたところでのね、この清武選手の、琉球への移籍というところになってしまいましたので、まあ個人的にもちょっと見たいところがありましたんで、まあショッキングなニュースでもありました。清武選手は今季20試合に出場し、途中出場からでも攻撃の起点となりチャンスを演出し、徳島ボルティスのね、勝負強さっていうところを発揮してきました。その結果などもあり、J1、J2 優勝と J1 昇格を果たして、今季もね、来季ですか、J1 の舞台で頑張ってくれるのかなと思っていたところでのこの移籍となってしまいました。まあ逆にですね、琉球、獲得した琉球からすれば、今季 J2 優勝を経験した選手が加入することとなり、来季ね、J1 昇格に向けて心強い補強になったと思いますし、清武選手はね、まあやっと J1 で戦えるのかっていうところでしたけど、まあ移籍となってしまってね、この悔しさっていうところがあると思いますんで、この悔しさを胸にここぞというところでのね、勝負強さを来季でもね、琉球でも発揮してくれればいいのかなと思います。まあまたね、J1 で見れる清武選手っていうところも見たいですし、まあいずれか兄弟対決っていうところも実現してほしいなと思いますので、まあ来季以降の活躍にも期待していければいいのかなと思いました。はい、ということですね、続いての J リーグニュースは、王者川崎フロンターレが昨日紹介した3選手の補強に続き、大分トリニータから知念選手、アビスパ福岡から遠野選手を、カターレ富山から宮城選手をレンタルバックすることが決まりました。知念選手はですね、大分トリニータで今シーズン29試合に出場して、J1 の舞台でも活躍できるんだぞというところをね、感じさせるプレーを随所に見せてくれたので、まあ個人的な感覚としておそらく川崎フロンターレに復帰するんだろうなというところは感じていました。3得点とね、得点だけにフォーカスすると満足いく得点数ではなかったものの、収める能力だったり、一人での、力強い突破っていうところはね、J1 でも通用する能力でもあり、知念選手のストロングポイントだと思います。遠野選手は今季大ブレイクした選手の一人だと考えています。JFL のホンダから移籍をして、まあそのままレンタルという形でアビスパ福岡に加入したルーキーイヤー、まあ今季ですね、は41試合で11得点とこの上ない成績を残してね、とても充実したシーズンを送れたのかなと感じています。アビスパ福岡のチームトップスコアラーとしてもなるなどね、まあ J1 昇格に大きく貢献した一人の選手だと思います。この1年は移籍から始まって、まあ移籍先で大ブレイクを果たして、来季は王者川崎フロンターレでプレーするというね、怒涛の年になったと思いますけど、遠野選手のね、持ち前の得点感覚だったり、強さを生かして J1 の舞台でも来季飛躍できることを期待したいなと思います。宮城選手もね、ユースから昇格してそのままカターレ富山へレンタルという形になりましたけど、まあレンタル先のカターレ富山では20試合に出場して3得点という成績を残しました。川崎フロンターレのフォワード陣はね、とてつもない選手ばかりですし、この環境で揉まれることで、試合に出場することはもちろん大事だと思いますけど、その部分の他でも必ず成長できると思いますので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。この3選手がね、レンタルバックということで、川崎フロンターレのセンターフォワード陣でいうとね、代表クラスの小林優選手だったり、ワールドクラスのダミアン選手、レアンドロダミアン選手がいるなどの中でね、スタメン争いっていうのは J リーグの中でも かなり厳しい戦いになると思いますけど、まあ先ほども言ったように練習の中から必ず吸収できるものあると思いますし、川崎フロンターレで結果を残すことで、その先のね、繋がってくると思いますので、この3選手にはね、特に来季も期待していければいいのかなと思いました。
そしてですね、昨日の川崎フロンターレの移籍情報に加えて今回のレンタルバックと着実に補強を重ねている川崎フロンターレですので、来季の J リーグ連覇だったり ACL 制覇などにもね、川崎フロンターレ来季も期待 して、いいのではないかと感じています。はい、ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回はね、J リーグニュース第22弾をやらさせていただきました。まあ冒頭にも言った通り、元旦にですね、天皇杯の決勝が行われて、まあ川崎フロンターレだったりっていうところのね、移籍もぼちぼち出てきた。プラス、今日1月4日にですね、ルヴァンカップの SC 東京対柏レイソルが行われることによってですね、まあその 2チームというところもね、今シーズンを無事に終了したってことで、移籍というところもね、続々出てくると思いますので、まあそちら含めて今後もね、やっていければいいのかなと思います。まあ J リーグニュースね、大好評の企画で、いろんな J リーグファンの方に見てもらっていますので、まあ J1、J2 問わず、いろんなニュースを、この J リーグニュースで紹介できればいいのかなと思いますので、今後とも、頑張っていきたいと思います。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。